イケメンだよ。僕たち何回も数々の美容師企画やってますよね。僕がおかっぱになったり K とかで文字になったりとかしてね、そこまで攻め切ってるのってやっぱ SC ぐらいしかないんですよ。だろうね、うん、それをみんなね見たいんですよ。今回ね髪が伸びてきてしまった2人がターボーさん、キョエさん、この2人のどっちかが前代未聞の髪型に注文してもらいます。めっちゃおもろいやん。美容師が前代未聞だからやばい。俺らの想像なんかはるかに超えてる。僕たちこの後ちょっと打ち合わせがあるんで、で多分あいつらが先に帰ってくるから、うん、これやセットしてもらってどっちかわかんない、うん、どっちかっていうのは竹内さんが見てこっちのはやりやすいって方にやってもらう。ああなるほど。そうだから一人は、まあ、帰ってきたら上に行ってもらって、おお俺ら帰ってきてから来てもらう。めちゃくちゃ汚いじゃん。もうマジで汚いの。童貞はともかくあの童貞が大童貞さん、もうあれ何超汚い。どんぐらい汚いあれ。もう青緑くらいってレッツバスルマンということで、今回やっていくのは前人未到の髪型にしてくださいとオーダーしたら一体どんな髪型になってしまうのか。いやいやいや待って待って、何でもいいとは言え前人未到はちょっと抵抗があるきついかな。ちょっとまあだから竹内さんにちょっと聞いていきましょう。前面感すごいな。竹内さんがやったことがないような前人未到の髪型にしてもらいたいんですよ。え、何年ぐらいですか、美容師やったの。20年とか。おー、その20年でやったことのない。でももうお願いします。おー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 いやいやいや、よかったじゃん。全然未到だよ。全然未到だよ。やったことない全然未到だよ。やばいって俺。いや本当に何でもいいんでしょ。はい、すごいの降りてきたから、ひらめいたからやるよ。あ、ひらめいちゃったんですか。ひらめいた。うわー、何言うの。いや、強変ならいけると思う。いけます。いけるいける。よし、行きましょう。行きましょう。お願いします。イエーイイエーイこう素材がもうね、借り取られちゃったけど。こっから全人となるんです。ビジョンが浮かばないというか。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。竹内さんの頭の中ではもう設計図が見えている。バッチリですよ。これはすげえ。何色あるんだ。我ながらやりすぎた感を実は漂ってるね。おお。終わりましたね。終わりましたね。長かったですね。いやー結構途中経過チラチラ見たんですけど、すごいっすねやっぱり。いやー結構すごいのできたよね。今回の髪型のコンセプトを教えてください。コンセプトはね、夏なんで花火をイメージしてます。おお花火。しかもちょっと見てもらうと分かるんだけど、 ST カラーの花火です。さらに言うと前人未到な技術は、今回恭平のカットはバリカンしか使ってません。おおあーすげえ。あ、これ前人未到だわ。バリカンだけでね切るのはなかったね今まで。それでは恭平さんの姿こちらになります。はい、というわけで帰ってきました。イエーイ。俺と恭平のどっちが前代未聞の髪型になったかっていうのはあいつらわからないし、あと見てる皆さんも恭平がどういう頭なのかわからないと思うんで、これはまあ後でのお楽しみということで、あいつらが帰ってくるのを待ちましょう。あ、ちょっうっせぇな。ただいま。おーかえりー。どうやら出来上がったようだな。まあここに俺がいるということはっていう、まあ、まあ、そのようだな。ここ消せよその落書きの多数。ないのよ油性で消えないのよこれ。俺はね予想してたのよ。 K やってたじゃん。あれがヤバすぎて驚かないっていう結論に出てました。あのまあ少なくとも俺はピースから帰ってくるまで終始爆笑してました。おお、マジで。ちゃんと前代未聞マジで。ちゃんと前代ちゃんと前代未聞。あ、俺分かったかも。ワールドカップだからサッカーボールみたいな。あー、ありそう。おー、なるほど。じゃあ呼んでいいですか。あ、というわけでね、恭平さん今上にいるんでね、はい、まあ、呼んでいきましょうね。最初じゃあノリさんから見てもらいます。ノリさんからじゃあ、はい、その手を取ってください。うわすげえ。僕うわすげえ。いいよねこれ。すげえ。すごいよねこれ。僕もいいですか。じゃあ見たことないこれは。じゃあ正義を手を取ってください。思ってたんと違った。出たー。
このこっちからすげえ、こっから見たいがすごい、これすごいよね、やばいね、いやびっくりして何も発言ができない、すごすぎるこれは。ありがとうございます。あ、いつも通り本当最高の、いやいやいや、いい素材ですよ、最高です。何がすごいってこれ似合っちゃうんだねこれがね。でも鏡見た瞬間さ、うわって言ってたじゃん。ちょつい心の声が俺楽しみだね、帰ってからみんなの反応がね。確かに、ね、みんなの反応見たいわこれ。何これ疑問すぎ、めっちゃ綺麗だよ。お前の画面から見たらいいのよ、こっちで。あ、ゆきです。竹内さんが本気出してきた。てか竹内さんほんとすごい、現代リモンで言っててさ、あれだと人が見たことないような髪型っていいわけじゃん。そうだね、こんなん俺はほんとに世界にこいつがない。コンセプトがあるんだよね。あ、そう、コンセプトが竹内さんの夏だから、うん、花火らしいっす。うわ、すげえ、すごい。で、花火の色、これなんだと思います？メンバーの色。そう、うわー、すげえ。いや、いいね、気持ちいい、マジで。ここまでやってくるとマジ卵じゃねえ。カラフルな卵。竹内さん美容師20年間やってるけど、初めてバリカンだけで作ったんだよ。ハサミを一切使わずにこれを下で上げた。あ、そう、だからこう髪ないんだ。そう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 、それも前代未聞なんだ。そう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 、前代未聞がじゃあもう3つぐらいあると。素晴らしい、竹内さんすごい、天才すぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。俺サッカーボールかなと思ったけど、でもそれって正直さ、俺らだけの前代未聞、俺らレベル、完璧レベルの前代未聞。そうね、美容師の前代未聞ですよ。総合部門の前代未聞。結構いいと思うな俺は。ね、俺も全然共演さんの個性が爆発してるから。この髪型すごいと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。よろしく、次の動画でお会いしましょう。